バンバンザイ、ゲイジです。シナです。ミユです。はい、はい、ということで、今回の企画は、あ、今回お題を1万円貯めてみたー、イエーイ、ルッルということで、ね、今回おでんを1万円買ってきたんですけど、はい、まあこれを食べきれるまで帰りませんということで、今回これを集めるのはね、もうコンビニめっちゃ回ったんやけど、確かに、まあそれを食べていきましょう。はい、はい、じゃあいただきますしょ、みんなで。はい、いただきます。食べるぞ。じゃあいただきます。待って、ガンも苦手なんだよ。うまーい、美味しい。うん、なんで香ばしくなってんの？なんで香ばしくなってんの？もう意味がわからん、あんたは。ごめん。あ、大根だ。味噌ください。ありがとう。ありがとう。2個もらいます。じゃあ、柚子胡椒つけちゃうよ。柚子胡椒って何なの？え、ちょ、じゃあ1個つけていい？大根はこちらです。柚子。柚子ってこんな味するんだ。いただきます。うまい。うまい。味噌？うん。これは白滝、いただきます。おいしい。うん、うん、え、はんぺん食べよう。あ、おでんくんいる。どこどこ。ほんとだ、めっちゃうまい。え、もうだってセブンってさ、あれじゃない、めっちゃうまくない。うん、うまい。こんにゃくめっちゃお腹いっぱいになるわ。うまい、ね、こんにゃくなるよな。うん、でもヘルシーだわ。うん、次からし行こうかしら。ちょっとつけてOK。 え、皆さん、ね、ちょっとルナの食べたこんにゃくを見てください。からしをつけたんですけど、食べます。あ、来た。いや、もう分かってることだよ、これ分かって。待って、じゃあ俺もからし全力でからしつけて、うん、食ってやる。ね、なんでみんなこんにゃくだってこんなに種類がある中で。うまい。あ、ねえ、逆に。辛いもの苦手なんで、うん、ツンとツンとするのも苦手なんで。じゃんけんぽい。いやいや、本当にあの、え、あの、ちょ、あ、待って、あの、考えて、ちょ、一回考えてみ。こんなにある中でからしの入ったものを食べて、この後に何も食べれなくなります。二人になるんだよ。いやいや、もうつけなくていいよ、スープもあげるし、うん、いやいや、なんでみーがリスク全部背負うんだよ。ねえ、なんで美味しく食べようって言ったじゃん。いいよ。待ってんじゃない。本当にちょっと、ね、しかもさ、いやいやながら彼女チョキ出してましたからね。ねえ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 、本当にね。あ、やった。あ、味噌つけたから。 YouTube だもん、しょうが。うわ、本当に口内炎に染みるんだよ。ねえ、いつまで口内炎。いや、最近また新しいのできたんだわ。ビューちゃん、いつも大食いの時あるよね。いや、辛いもん。めっちゃうまい。もう食べれない。なんでこんな美味しい企画の時にさ、嫌なことさせるの？私の好きなつくね。好きなつくねです。ウインナー見たぞ。違う、あ、おった。わあ、ジャンボでウインナーや。いやいや、やだ。ほら、見て見て、びっくりするよ、ね、ジャンボ。うわ、ジャンボだ。思ったよりジャンボ。パツパツ。ギンギンやな。もうウインナー食べようと思ったけど、すっごいね、初めてこんなウインナーで見た。ねえ、いいいい、もうウインナーの実況やめて。絶対コメント来るから。ねえねえねえ。卵とウインナー。何ね。本当に嫌だ。違うの。でもね、じゃあなんか食べようとしたら、こうやってなったの。いやね、バンバンザイなんか一番変態。いや、マジで下ネタ女王ですから、この子。本当にすぐなんだよ、ピンクに変態するからね。いただきます。なんかやだ。でも、こいつモザイクかけよ。うん、もう汁がやばい。ねえ。違う、もうルナ喋んのやめて。食べたらわかる、ほんまにやばいから。やばい、うん、ちっちゃいな、ティッシュの範囲が。え、俺もみんな食べたいかも。ずっとさ、煮込むからさ、全部もらえないよ。うん、全部あげる。わかるよ、大きかった、うん、パキ向こう、うん。よし、卵食べます。あ、でも卵最後の方がいいかな。いや、卵今、あ、うん、あっ。どう？うん、ちくわはなんかちょっと味薄い。あー、やっぱそういうさ。お前さ、おい、お前さ、何が起こった今。え、怖い、怖い、怖い。No.
なんかちくわに今威嚇されたんだよ。ね、俺ゴピューンって。ね、見た？いやいや、喜んでる喜んでる。くそもろかった。なんでよ、ちょ、お前もちくわこっち向けんな。えいか食べよう。こっち向けんな、ほんとに。もう一回食べ。俺ここめっちゃ食ってんのさ。ほんとだ。じゃあ頑張ろう。あとこんにゃくも食った。じゃあ頑張ろう。うん、やばい、俺もうきついかも。きつくない？うん、わかる。え、なんで？うん、いや、おでんって1個の具が大きいんだよね。うん、そう。だから、高校生とかがよく買うっていう。うん、じゃあみえ、初めての挑戦。昆布。いや、昆布だけは無理なの。なんで？昆布って味するよ。わかるやろ、わかるやろ。待って、美味しいと思って食ってもうまいから。ラムちょうだい。美味しいと思って食ってもあ、今間接注意しました、私と。あ、返して返して、いいよ。あ、美味しいと思って食べな。いや、美味しいと思ってるから、この人。大好きだもん。あ、間接注意した。はぁ、何この量。食べても食べても減らない。しまけん呼ぼう。しまけん。メイの友達も呼んでいい？いいよ。てか考えたら現実的にこれ3人で食べるって相当きついよね。ちょっとね、今からちょっと助っ人を呼ぼうかと思います。はい、ということでね、はい、島健とあゆみちゃんを呼んだんで、はい、まあね、来るまでね、ひたすら食べ続けたいと思います。頑張ります。限界突破。こっち吸った。吸ってね。そろそろ来るかな。多分ね、来るんじゃないでしょうか、うん、はい、はい、ということでね、今シマケンが来たのでちょっと食べましょう。ねえ、ですです。です食べてください。おそすおそす。おそす。やっぱつくね食べよう。ですです。シマケンのここいるよ。もらっていい？海入れてあげるから。ちょっと茶色い。いや、ウィンナーはやめた方がいいのかもしれない。いや、ウィンナー行こう。いいんじゃない。白滝もう一個増量すれば。え、食べれる？お腹空いてる今。え、最高。めっちゃ食べてほしい。なんつった今。めっちゃ食べてほしいです。え、ギス君も早く食べて。わかった。何から食べ、何食べてほしい。え、なんかこれ、ここら辺。ありがとう。え、これ誰か食べた？この揚げみたいな。うん、食べた。美味しかった。いや、美味しかったの。取りてくる。うん、うん、やばい、もう無理。結構きついね。あゆみちゃん早く来てほしい。うん、これな。なんと一つ完食です。お、あゆみちゃんも。あゆみちゃん、どうしたの？何も食べてきてないでしょ、あゆみ。全然食べてない。普通に今から食べようと思ってた。え、マジで？じゃあこれあげるわ。これあげるわ。ありがとう。このままちょっと食べて。つくね完食。えい。大根完食。えい。玄関が冷たいんだよ。どうしたの？うん、食べて。あのね、東京の冬は、うん、すごく嫌だった。ありがとう。完食。東京の冬は本当に厄介。うん、ありがとう。ありがとう。うん、よし。牛すじってもつだった。うん、もつも苦手だった。味噌だれうまかったよね。ウィンナーうまい。はい、お待ち。あらす。いや、めっちゃ入れる。ねえ、結構きついな、これ。タルタルる。これ？どんだけお腹空いてる？ソーセージじゃない。うわ、きつい、おでん、ほんとに。きつい。やばい、完食が、もう。え、あとはちょっと、もうちょっとだけ。しょ、しまけん食べて。え、だって、もう、待って。ないよ、もう、しまけた。めっちゃちょっと冷たかったもん。大量のつばが。おい待てよ、俺昆布巻きもあんだぞ。ラムもあるあるある。じゃあ食べる。食べる。ちくわとちくわ。ラムちくわと昆布とちくわ。あ、ごぼうね。ごぼうとちくわ。いくよ、せーの、いただきます。いただきます。小学のベイビー住んでるよ絶対。うん、そしてね、あんたおじいちゃんみたいなのが明かした。あともうちょっとじゃ。ラスト一口。うん。ラスト一口なの？まただ、かまぼこといい、ちくわといい、すり身地獄。でもこれだ。いる？うん。で、ラスト。
一口かまします。かましてください。まず島健とあゆみちゃんありがとうございます。マジでめっちゃ食ってくれてありがとう。本当に今全部からなったんですよもう、うん、はい、ということで今あゆみちゃんと島健にねちょっと手伝ってもらって無事完食したんですけど、はい、3人でこの量はきついということが分かりました。間違いない、うん、しかもおでんって安いからさお腹いっぱいになるんやけど自前はやっぱきついです。きついね、マジできつい、うん、まあ成功できてよかったです。はいはい、ということで皆さんもよかったら試してみてください、うん、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。やっぱ冬っておでんだね。こんな量は簡単ないけど、おでん最高。